この曲は歌詞だけじゃなくて、音楽の中にも、高橋海人さんと永瀬廉さんの、二人のこう再出発へのこう思いみたいなものが現れてる曲なんですよ。マジ？ズーさん、竹尾の、もっと楽しむ音楽ラジオ。毎度おなじみ、もっと楽しむ音楽ラジオ、音楽大好き、ズーさんです。終わっちゃったやん。音楽大好き、ズーさんと。音楽素人、竹尾です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、ズーさんに解説していただくのは、はい、キング&プリンスの何者という曲です。おー、聞きましたよ、何者。聞きました。うん。いや、だが情熱はあるっていうドラマのエンディングテーマで、いや、僕ドラマを見てるんですけど、すごい感動して。その、第1話だったかな。山ちゃんが高校生の時の進路希望調査で、確か第1希望に何者かになるみたいな感じで書いたんだよね。ああ、だから結構ドラマともリンクしてる曲なんだ。そうだね。ドラマともキンプリともリンクした、めちゃめちゃ名曲だと思いますね。でも歌詞だけじゃなくて、曲もなんかすごい感動するなと思って聞いてたんだけど、はいはい、楽曲分析の得意なズーさんなら、はい、はい、この曲をどう見るのかちょっと気になっているんですけど。なるほど。いかがですか？いや、ズーさんとしても、めちゃめちゃ解説するところありますよ。はい、ああ、本当ですか、うん、この曲は歌詞だけじゃなくて、音楽の中にも、高橋海人さんと永瀬廉さんの、二人のこう再出発へのこう思いみたいなものが現れてる曲なんですよ。マジ、うん、曲に隠れてんの？はい。うわあ、楽しみ。ぜひちょっと、解説させてください。ありがとうございます。何者という楽曲を解き明かすためのキーワードは2つあります。2つ、はい、それは生楽器とすごいコード進行です。すごいコード進行。はい。そう、すごいコード進行はちょっと後で解説させていただくんですけれども、はい、まずは生楽器から解説したいと思います。はい、今回の楽曲は高橋さんと永瀬廉くんの声とともにすごく優しくて爽やかなストリングスだったりとか、ブラスとか、あとは最後の方はティンパニーとか、はいはい、鐘の音とか、とにかく生楽器がたくさん使われています。うん、はじめなんかストリングスの音がふわーってくるところでもう、取り方ゾワゾワーってなってた。あ、めっちゃ好きじゃん、マジで。歌の始まりで生楽器で、二人の復活がだんだん元気になっていくのが表現されているんだ。はぁ、あ。何者でもなくたって夢を描こう。真っ白なキャンパスに達してゆけば。まではこうちょっと締めっぽくいくんだけど、そっから、じゃあここで、キートぐらいでパッと上げてくるね。オッケー。ごちゃごちゃだった絵もいつの日か、きっと壮大な。軽いそう。ここね、だから、最初ストリングスで、もわーってちょっと切なく始まって、これバラードなのかなって思って、そっから、ごーちゃごちゃのところでドラムが入ってきて、で、ピアノとかも入ってきて、ベースも入ってきて、ドゥッドゥン、ドゥドゥンって。うん、ちょっと弾んでないこの曲みたいな。はいはい。最初バラードかと思ったけど、意外と弾んでるんだ。ってなって、きっと壮大な、難しい。そう、めっちゃ明るくなるわけ。はいはいはい。これだからだんだんこう楽器が増えていって、最後ブラスでバーンのバッバーンのバーンのパンパーンっていう、うんうん、もうご機嫌だぜっていう。はいはい。なんか今日はこんな感じでいっちゃいバース感じ。ちょっとだけ落ち込んだところからの、でも楽しいぜっていうところまで持っていくのがすごく自然に生楽器がだん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 増えていく構成で、しかも最終的にはテレダテレダっていう、この前アイドルの解説でも説明したシンコペーションが使われて、はい、シンコペーションをすると人は気持ちが弾むんです。壮大な風景に反拍、ね、ちょっと早くメロディを歌ったりとかリズムを鳴らすことによって人は気持ちが弾むんです。はい、それがもうめっちゃ入ってる。この高級なね、アレンジをするのはね、これは結構新人の作曲家は僕はできない系統だというか、すごい技術の詰まったこう生楽器の良さを知り尽くしてる人がなんか作ってる感じがしてて。へぇー。なんか結構僕、何者って思って。ああ、その人編曲した人が何者みたいな感じがしてる。なるほど。そうそうそう。あ、そっか、誰か今分かってないのか。そう、今ね、まだ作詞作曲編曲が誰かっていうのがまだ分かってない。ああ、なるほど。で、ここでちょっと僕が一つだけ予想をさせていただくと、うん、編曲はだから結構ベテランの人で、うん、僕の予想は船山元樹さんっていう方なんじゃないかなと思ってます。船山元樹さん。はい。知らない。
ですよね、はい、いやもうレジェンドです。もう80年代ぐらいからずーっと J-POP 歌謡曲。80年代から、うん、長くない？いやそう、しかもずっとジャニーズの曲をたくさん担当されてることが多い方です。もちろん他の人もやってんだけど、だからマッチとか田原俊彦さんとか TOKIO とスマップセクシーゾーン嵐とかもやってるかな。すごい。そうで、もちろん King&Prince もやってます。はや、実はシンデレラガールの編曲もしてるのも船本樹さんなんです。そうなんだ、はい、レジェンドすぎる。レジェンドすぎるんですよ。でちょっとシンデレラガールにも続いても僕はちょっと話したいことがあってこの曲は実は秘密があってずっと同じ音になってるんですよ。これ聞いたら、あ、なってるって分かってくれると思うんだけど。うん。あー、確かに。聞いたことある。ずっとこれ鳴ってるんですよ。ずっと鳴ってんだ、それ。そう。この、ポッ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 ポが、この曲を歌って、この恋の魔法にかかってる間、ずーっと鳴ってる。あー、なるほどね。で、2番はね、誰もがみんな嘆いてる、恋の魔法には期限がある、時が経てば宝石もガラスだ、甘さーって、ちょっと、いつか魔法解けちゃうんだよっていう話をして、ちょっと不安になった後、C メロがあるんですけど、そこになった瞬間に、一回、この魔法がなくなってしまうシーンがあります。そうなんだ。そう。で、そこの歌詞が、12時の鐘を聞く頃に君はどんな夢見てる？もしも僕に魔法が使えたなら夜空越えて会いに行けるのに。わ、だから会いに行けるのにってことは会いに行けないんですよ、うん、魔法が使えないから、うんうんうん、でそのままあの音は復活しないまま落ち旅に入るの。君はシンデレラガール My precious one You are the only flower in heroin で落ち旅だけ歌詞がこの後違います。どんな時もずっとそばで僕の心灯し続けてって言って、うん、だからここだけは何でもしてくれる王子様じゃなくて君のことが好きだって、はい、魔法は使えないけど僕の心を灯し続けてほしい、君のことが好きなんだって言って続けて続けて続けのところで船山元樹さんっていうそのアレンジャーの人の超いいストリングスが入るんですね。うん。君はシンデレラガールって言って、そこで、あれが復活するんです。だから、ここでもう一回、だから、魔法がかけられなくて、折れそうになった気持ちを乗り越えて、ラスト旅が来るんです、この曲。だから、このアレンジ、編曲をしたのも、船山元樹さんが、多分生楽器アレンジで関わってるんですね。はい。もう船山元樹さんはもう生楽器といえばのもう歌謡界の名手ですから。そう。だから、僕今回の何者も、もし船山元樹さんだったらもう激アツだなって思ってます。うん、そうだね。で、それが一つ目なんですけど、うん、もう一つは、すごいコード進行です。うん、すごいコード。あの、サビの直前。うん。この曲、半音転調してるんですよ。掴んでみせるさ、夢舞台。マイク一本で何者でもなくなってっていうところで転調してるよね。はいはいはい。これってメロディー的には、一回ここで落ちてるんですよ。落ちてるっていうのは、お笑い的な意味で落ちてるんですよ。お笑い的な意味で？そう。だから、掴んでみせるさ、夢舞台！何で掴むかって？そう！マイク一本でね！もうええわ、ありがとうございましたーっていう。はあ、なるほどね。で、音程的にも、掴んでみせるさ、夢舞台。イエーイ。え、なんすか？振ったよね、メロディー的に。これじゃ終われないじゃん、解決してないから。マイク一本でーって終わったら、解決するの、うんうんうん。これで曲終われるんです、実は。そうだね。マイク一本でー。おー。いい曲だ。そう。だけど、そうじゃないんですよ。これはコード進行のせいで終われないんです。つったーつったここで、つまりこれ半音、次上のキーに行きますから、そのルート音を鳴らしてます。で、でーって言ってる時に、次の半音上に行ったキーでの、次のサビに向かいやすい和音を鳴らしてます。で、何者で、これで完全に転調したことが判明します。聞いてる人からするとね。だから、あれマイク一本でーで着地したはずなのに、和音だけは次のその半音上のキーの音での演奏をしてるから、はいはい、その新しいキーの方では、
ちょっと解決してない低い音になっちゃってるんですよ。わーって歌ってんだけど、世界全体が半音上に上がっちゃうせいで、自分がまだ物足りてないメロディーを歌ってることになっちゃうんです。演奏のせいで。だから、サビを歌いたくなるんですよ。はいはいはい。これって、つまり、キンプリも、まあ、その5人から、まあ、3人が別の道を選ぶっていう選択の時に、はい、2人も、じゃあもう終わりにしますかっていう選択肢ももちろんあるわけじゃないですか。人間だから。でも、そうじゃなくて、2人は、これからも続けていくことを選んだんですよ。はいはい。だから、もう落ちてもいいタイミングだった。その話としては。キンプリという冒険を5年間やって終わらせてもいいタイミングだったかもしれない。だけど、そうじゃなくて、2人は、ファンに、こう、笑顔を見せるために、これからも頑張っていくぞって二人で決意したわけじゃないですか。はいはい。それとすごく、この曲の転調の仕方が、めっちゃマッチしてるんですよ。確かにそうだね。さらに上に上がってね。そう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 。はい、だから転調しなかったら、マイク一本で、何者では、また切なく戻っちゃうかもしれない。だけど、実際には演奏に突き起こされて強制的に人はテンションが上がっていくわけです。マイク一本で、なんでなんでなんで、そっか、僕たちはもっとやっていくんだもんね。何者ではなくたってって。これはだから、この楽しいビッグバンドジャズの曲を飾る候補曲の中から高橋くんと永瀬くんが選んで、うん、この楽しい曲で行きたいって言ったわけでしょ、うん、はい。だから、それはもう、多分ファンは、これからも二人が笑顔を届けてくれるんだなって、ある意味、確信していいんだろうなって。はいはい。なんかそういう素敵な曲なんだなって、僕は思いました。うわよかった。歌詞でもまた頑張っていくぞっていう感じ、うん。で、ちゃんと曲もそんな意図が隠されていて、僕はとても今嬉しいです。よかったです。そう。まあその、いつも僕も解説してるけど、本当にその音楽っていうのは個人で楽しむ、こう余地がすごくある芸術だと思ってるから、うん、僕はこう思ったって話だし、なんかみんながどう思ったのかもまた知りたいなって思ってます。うんね、はい。いや、僕もね、これからもっと二人のことを応援したくなりました、今日。おー、よかった。はい。ね、僕たちもね、何者かになりましょう。あ、そうですね。チャンネルをもっと大きくしていって。はい。はい。こんな感じで、いつも、動画投稿しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。